新潟県新潟市中央区三崎町にある公立、小学校。品濃川沿いにあり、平成大橋、新潟バイパス、新幹線がすぐ横に通っている。学校は100年以上もの歴史がある伝統校である。上書尋常小学校の文教書として置かれ、その後単独校となった。昭和時代には、児童数が多くなり、過密状態となったため、周辺2校ともに、 上山小学校を分離新設した。近年は周辺の宅地化が進み、上山小学校とともに児童数が再び増加しており、大規模化が学校の問題となっている。全校児童数は1055名度。全員年費プラス55人にしない、及び県内で唯一全校児童数が1000名を超えている。新潟市の推計では、 今後さらに増加する見込みとなっている。新潟市立鳥屋の小学校学校基本情報。ブログ o i c y n i i g a t a e d j p 2020年10月31日閲覧。学校便欄新潟市。www.city.niigata.lg.jp。2020年10月12日閲覧。 鳥屋の小学校、上山中学校新潟市。www.city.niigata.lg.jp2020 年10月31日閲覧。ありがとうございます。